さて、ワールド7のラストかな、サウンドオブタイム。いやー、できたな、ぐちゃぐちゃステージ、ぐちゃぐちゃします。箱入り娘みたいになってますよ。外れなくなっちゃった、外れなくなっちゃった。これは罪です。この状態で積んでますか。この2マスのブロックの左側に来ちゃうと、なんかすごく救いようがないことになるのかな。いや、でもこっちはいけないし、行くんやったらもうここに抜けるしかなかったな。こう来るしかなかったな。この2を引っこ抜くには、この2を引っこ抜くにはこう、これを引っこ抜くにはと3を何とかしないといけない。2をあそこに追いやったのはまずかったかもしれないです。ああ、今なんともならなくなったな。2をあそこ左に持っていくのはまずかったのだと。これをやっても次の動きにならないので、この2をクククククこう来て、この2をにやると、これを抜き出せて、このままでは右にも左にも動けないので、3のブロックの3のブロックでもこれ入ったら絶対触っちゃうから、なんか2のブロックで押しとかんといかんのかな。2を引っこ抜く前状態にしたい。これか。押しといてから引っ張り上げ、ゴール。いいね。これでここは全部行ったことになってみたいです。ワールド7比較的でも
ワンの7は良かったね。さてさて、いよいよ真ん中ですかね。入れない。入れない。入れないね。入れない。入れなかったわ。ここはまだと、ここはまだ開いてない。そうか。そのカップが今86個しか溜まってないからだ。ここも開いてない。で、これはスタートに戻される。ここが開いてる。これなんだ。道でした。まだ続くね。じゃあまだ全然続くね。左上のカップは何？ゴールドを取ったらとかじゃなくて、ステージクリアしたら1個稼げてるって思えばいい？なんかゴールドを取らないといよいよ開かないよ。なん、あー、いやでも多分そうだろう。ゴールドに行ったら3つカップもられるのかな。でブロンズだったら150、1個もらえるなー。ということはできるだけ手数を少なくゴールしてねっていうところももちろん考えないと先には進めなくなってるんだ。ガチャガチャ動かしてクリアしてるだけではダメだったのだ。なるほどの。ということで、今後の方針どうする。ただクリアするだけじゃなくて、最低でもブロンズ取れないとやり直す方向性で考えていくべきかな。ゴールするにはすげえシンプルなんですけどね。すげえシンプルなんですけどね。ゴールするためにこのゴーマースの足場をゴールのところにかけてあげたい。で1マスを使えば橋は埋まらないから、うまく1マスを使うといいよね。わかる、わかるんですけど、1マスの動かしようがない。最初にこうやってひっつけるところから始まるけ。左右に持っちゃうともう左右から離れないか。離れんつらね。両方押したところで次に何するってなっちゃうね。これむしろ押さん方がいいのでは。これ足場があるんだからそこぐるっと回ってきたいよね。こうして足場を作って、橋がくっついてこないようにするには橋の左側に何か置いておく。
下をぐるっと回れるのは絶対ルートなんだよな。この右側に落としてるとでも置けないね。そこに箱は置くことはできないからこう置いたっていかん。自分の右にだけ持ってくっつくよな全然違ったわ。こうすればちょっと変わったことはできてる。ちょっと変わったことはできた。できたけども、それでぐるっと回ってここで入っちゃうもんね。ここでポチャン。これがこの状態だったらそのまままた右に寄せればいいんだよね。そんなところにはめられる？この位置離れないかな。離れないよね。一個上になってしまうんだよな。
地をそう仰せたのは意味がありそうです。本当あるんじゃね。どう、あ、通れないか。あー、こう来て、積みに行ってるのか。これはつみに来てんだな。積んでるな。なんか新しい動きができてて面白そうなんだけど、こうではない。これをここまで押し込まずに1個上に押し、1個上までだったとしたら、ここで落ちるんだよね。そこで落ちてもさっきと変わんなくて、さっきと変わんなくて、おー、なんだよね。ここでこれが触れてるのが面白いと思うんだけど、お、こうやって埋めること自体に間違いがある可能性は全然ある。ここをこうやって埋めることが間違っていることは全然あるけど、今は他がちょっと分かんない。こうやって回してもいい。いずれにせよこれがここで落ちるので、この棒切れを右に持ってくればクリアはするんだけど、右に持ってくるには一番下までこれを突き刺しておかないといけないので、先に突き刺すべきはむしろこっち、いや、これを一番下まで持ってっちゃうと、この下をぐるっと回ることができなくなってるんじゃね。とすると、この水の埋め方が、合っていない。こうして、こう、あ、違うわ、あれ、なんか今なんかできたんだよね。あれ、こうして、こう、これと帰り道が積みなので、これは帰り道の時点でこうなっててはいけない。帰らなかったら、こう来て、こうだ。あー、惜しいね。もうちょいやんね。惜しいな。惜しいのか。
それを、右に送るには、こう渡るしかない、しかない、上は通せないから。しかしこれを、ここで上にやるには、自分が右側からくっつかないといけないので、一旦離したい。離せる場所は、ないんだな。こう。こう。あ、では右に曲がればいいのか。いけた。なんとか行ってもらえたのかな、僕これで。ちょっと。87になってるけど、86からだったのかな。うん、ここワールド8難しそうな気がします。今回はここまでにしましょうか。お疲れ様でした。